はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のこのスバコラボガチャパート1スカウト第3夜300連ガチャ行ってみた。はい、ということでね、せめてタイトルコールぐらいは、テンション上げてやってみたわけなんですけど、僕の今のね、テンションというか気持ちは非常にすさんでますよ。これまでの第1夜、第2夜、そして、確定ガチャ3枚回したっていうね、動画をね、続けて見てきてくれた方々は、どんなね、惨劇だったかお分かりの通りですよ。ね、見てきてもらった通り、まさに惨劇だったでしょう。ひどいよね。もちろんコメント欄でいっぱい爆死してる方もね、同じような爆死してる方もいっぱいいましたし、やっぱり相当絞られてんだなっていう感じは、印象はありますよね。はい、本当にひどいや。これでなんかもうちょいね、コラボなんだからさ、確率さ、もっと高くしても全然いいと思うんだよ。それで今後のマオリュが盛り上がってくれるならいいと思うんですよ。この僕のガチャ動画見て、誰がこのゲームやりたいと思うかっていうところをさ、ね、もう一度運営さんは考えていただきたい。ということで、いつも通りライムメソッドから入っていきましょう。ただあれだね、嬉しいお話で、やっぱり僕の動画見た後に、爆死動画でもね、何でもいいけど、僕の動画を見て、ガチャ動画を見た後にガチャを回すと結構出るとかっていうね、話は聞きますので、皆さんね、ぜひね、僕を糧に、ガチャ回してほしいなと思うし、あとこんだけ爆死した僕に対しての慈悲として、皆さんね、高評価、そしてチャンネル登録等もね、よろしくお願いします。それがね、今後も続けられる僕の糧となるんで、せめて皆さん高評価よろしくお願いしたいと思いますね。はい、ということでいきたいと思います。210連目、なんか210連目っていう単語久しぶりに言った気がする。210連目って210連目ってなかなかないよね、皆さんね。なかなかないでしょ。普段皆さんが日常生活を送っていて、ガチャ210連したよなんていう言葉、そもそも発音したことない人の方が多いと思う、210連っていう言葉をね。皆さん、この世に生を受けて210連したよ、220連しちゃったとか、270連しちゃったとかさ、そういう言葉を発する人って本当に限られた人だと思うんだよね。本当に選ばれし人々しかそんな言葉使わないと思うんですよ。言ってしまえば、その中のね、選ばれし男がこの僕ことライムということになってくるんだけど、いやー、ひどいね。210連、ひどいね。220連目いきます。いやー、マジでこれはないぜ。変わらんのかい。マジでこれひどいぜ。なんつーゲームだよ。これでコラボガチャ、あんなに開発陣さ、笑顔でニコニコしながら生放送やってたかと思うと、狂気を感じるね。我が名はメグミン。アークウィザードを生業とし、最強の攻撃魔法、爆裂魔法を操るもの。マジかよ、ここでメグミンかよ。メグミン我が名は、メグミン我が名はかよ。メグミン、ミンミン、ミンミン。待って、これメグミン、これ4突目じゃないか、もしかして。これ初の極み星5キャラ、貫突キャラがメグミンになりそうな気がしてきたぞ。この流れ、もしかしたらあるよな、全然あるよな。これ結局天井までリムルが出ずに、メグミンだらけの可能性も全然あるよな。マジか、初極み星5貫突キャラがメグミン。
まあそしたらマジでもう本当にめぐみんを極めし男になるけど、めぐみん自体は相当強キャラだからさ、まあ悪くは全然ないんだけどね、突に越したことはないんだけど。はい、230連目いきます。まあ、とはいえだ、とはいえだ、今どちらかといえば、どちらかといえば、まあめぐみんよりリムルの方が今ね、今考えるのであればリムルの方が欲しいかな、リムルの方が欲しいかななんて僕は思うわけですよ。やっぱ無凸と一凸じゃ全然違うからね、やっぱ特性の解放されるかどうかの違いがあるからね。おっと昇格演出、我が名はメグミン、アークウィザードを生業とし最強の攻撃魔法爆裂魔法を操るもの。嘘だろ嘘だろ、これマジで冗談抜きでもうメグミン貫突じゃないこれでマジかよ、マジで、マジで、めぐみん我が名はさんよ、マジでめぐみん貫突しちゃったなこれ。いやー驚きの展開だね、驚きの展開だね。そうくるか、まあ、300連まですればね、そりゃね、まあそうね、確率的にはそうなっても全然おかしくないもんね。ちょっと偏りすぎだよ、でもちょっとこれは偏りすぎじゃないか。240連目いきます。さすがにこれはどうなの、どうなの、おーっとー、もうなんかちょっとね、あの確定演出を今日見すぎて、今日皆さんご存知ないかもしれませんけど、あの第1や第2や第3やとかは言ってるけど、実質的には今日1日でずっと続けて回してるからね、ちょっと確定演出見すぎて、ちょっと僕のあれだね、なんかもう気持ちがテンションがここまで爆死してると。スライムさんも日本から来たの、そっか、会えて嬉しいよ。うわあ、そのしずさんか、僕が一番欲しいサンタしずさんも全く出てないっていうね。ここまでだって第一や第二やでもバレンタインしずさんが3体くらい出たよね多分。でこのしずさんに、あとあれだよね、極み星子しずさん、サンタしずさんマジで物欲センサーエグすぎる、せめてサンタしずさん全部起こしてもいいぐらい。今までのバレンタインしずさん全部あの捨ててというか交換したい、バレンタインしずさんと、バレンタインしずさんじゃねえよあのサンタしずさんと。いやーマジでマジで物欲センサーえぐいな、えぐいな。250連目いきます。皆さんの人生で250連という言葉を、単語を口に出したことがありますか。恐ろしいね、恐ろしい、マジで恐ろしい、本当に恐ろしい、本当に恐ろしいわこのゲーム。とてもとてもコラボガチャでこれをやってしまう運営が怖い、本当に怖い、クラクラしてきた、もうマジでめちゃめちゃ汗かいてるもんね、エアコンつけてるはずなんだけど、もう嫌な汗しか出ない。ちょっと爽健美茶飲むねちょっと心を落ち着かせたい、ちょっと爽健美茶飲むわ私。いいねいいね、さすがにこれは爽健美茶ぐらい飲む権利はあるはずだ。そっか、よかった、お母さんにも見せてあげたかったな。もういいわこの人もういいわマジで、もう見たわ、今日何回見たこれ、3、4回見たんじゃない、3回目かな、これで3回目かな、この人今日3回目かな、これで多分ねこの人貫突したわ。
今日で貫突したね。もうこれでもうスキル統合いけるわ。まあスキル統合する価値あるかって言われたらないけどね。マジでこの動画、今日は全部忘れて食べて飲んで楽しんでくれ。我が名はリムル・テンペスト。テンペストの名手にしてオクタグラムの一人を担う者、イエーイ。ああ、ようやく出た。マジでようやく出た。250連目ですよ、皆さん。どう思う？250連ですよ、皆さん。どう思う？2回言っちゃったよ。マジでどう思う？250連目ですよ皆さん。どう思う？ 3 回言っちゃったね。いやまあそれぐらいの気持ちですよ。私はもうなんかヘトヘトだよ。ヘトヘト。もうマジでカロリー消費えぐいな、ガチャ動画って。マジでもうこんだけやったからさ、この後のアクアとさ、カズマか、アクアとカズマはもう10連で出てほしいわ。マジで。それぐらいでいいよね。アクアカズマはもう10連で出てほしいわ、本当に。それぐらいのことをしたよね。だってほら、偉いのはさ、250連目までやったけど、結局300連まで回すっていうね、僕は。偉いよね。偉いよ。本当に偉い。配信者の鏡だと思う。ちゃんと300連までやるんだから、ここまでやって。偉いね。普通の一般のね方々は多分もうとっくに心折れてると思うよ。それをねもうやるんだから、最後まで貫き通すんだから、偉いわ。本当に偉いわ。いやー、しかしこの後使ってみた動画もやらなきゃいけないんだよな。ちょっと疲れたな。疲れたわー。疲れた。マジで疲れた。まあでも今回のあれだね、あの使い方はそんなに難しくないから、それがまだ唯一の救いかな。なんか頭使うみたいなこともないから、今まで通りのチャージ型の、立ち回りでいけばいいだけなので、うん、まあ昼間ねちょっとまあ踏破戦とかもやってみたけど、まあ本当に普通のチャージ型、今まで通りの感じだったと思うんで、で一応まあね、メグミンとか今回のカゴリムル使った時の脳内シミュレーションももうバッチリできてるし、パーティーも組んでおいたから、あともう本当にあとマソーコン食わせて育ててだけの状態かな。でメグミンの装備も取っておいたしね、もうメグミンの装備もバッチリ育てておいたから、あと本当に動画撮るだけかなですね。果たして貫突めぐみんの火力はいかほど出るのか。そっか、初の極み星5貫突キャラになったのがめぐみんが、果たして本当に貫突ので今現状の全キャラで一番あの奥義のダメージ高いわけですからね、どれぐらい火力出るんだろう、その辺が気になるところだ。はじめましてかな。もうすぐさようならだけど。なんかこれも第1夜の時出たよね。光日向。光日向もね、これスキル統合で、まあ本当になんとかならないと、ちょっともうちょいテコ入れ欲しいな。だいぶテコ入れ欲しいな、日向。じゃないともう使わないよな。はい、280連目いきます。ヘトヘトです。ヘトヘトです。で、あとあれだね、単純に第1夜第 2夜、そしてあの 30% チケット、 30% チケット動画を見てきて、さらにこの動画を見てきてくれた視聴者の方も
多分トータル60分ぐらい見てることになるよね僕の動画を。いやー、ありがとうございますね、皆さんね。本当にここまでついてきてくれてる方に感謝だね。はい、ぜひ皆さんね、高評価、そしてチャンネル登録ね、くれぐれもよろしくお願いしたいなと思います。いやー、今日はなんかもうぐっすり寝れそうだな。疲労感がえぐい。もう20キロマラソンしたかのような疲労感が。もうていうかあれだもんね、確定演出がどうのの反応一切してないな、そういえばさっきから290連目いきます。あ、何気に今回ここまでやってきて初のミリム演出じゃない。ここまで1回もミリム演出なかったな。確定演出それで2回でしょ。結構珍しいパターンだね。確定演出じゃない、昇格演出か。昇格演出2回でしょ。確率的にはね、昇格演出の方が低いんだよね、確率ね。ここまでミリム出なかったの珍しいな。そういえば完全に忘れてた。もうそれどころじゃなかったね。もう演出がどうのの話じゃなかったからな。私という人がいたって覚えていてほしい。ああ、はいはいはい、極み星5のね、しずさんね。結局マジで最後までサンタしずさんは出ない感じなのかな。ちょっとね、無凸状態だからちょっと育てておきたかったんだよね。あわよくばサンタしずさん何凸、3凸くらいしときたかったんだよね。あわよくばが通じなかった。本当に今回物欲センサーエグかったな。今のしずさんは多分あれで2凸目かな。多分ね、多分2凸だったと思う、あれで。ラストいきます。ラストサムライ、本当にもう長いライブのガチャ動画もこれで最後になります。さあどうだ、さあどうだ、さあ最後はね、リムル出てほしい。リムルで終わろう。リムルで出てくれたらもう綺麗に終われるな。リムルがいいな。そしたらもうリムルで3凸か、交換分でね。あ、ごめん、2凸か、ごめん、2凸だね。本体と交換分とこれで2凸っていう感じだね、出てくれたら。てか確定演出もなかったわ、しれっとなかったわ。あとはもう昇格演出、最後の昇格演出にかけるしかない。いやー、もうマジで頼むわ。もう笑顔で終わりて、5分1とかで終わりたくねえ。あ、星4だから5分1はないのか。いやーマジで、いやーマジでこんなシオンとかで終わりたくない。終わりかーい。はい、まあということで、まあ交換ポイント300になりましたよ、もう皆さん。で最後ですね、ここで交換所で僕はもちろんリムルと交換するわけです。はい、ということでですね、あれ待って、あれちょっと待って、今待って記憶石リムル2つあった。ってことはメグミン貫突じゃないのか。これメグミンのイベントっていうか配布でメグミンの記憶石があるのかと思った。違うのか。ちょっと待って、これさあ、メグミンか、まず星6にするじゃん。あ、4つなのか。めぐみん4凸だったわ、ごめん、貫凸じゃなかったわ。4凸だ、めぐみん。あ、なるほど、やべえ、なるほど。まあいっか、まあ4凸でもまあいっか。なんかあれ開くとこ違ったな。
はい、ということでですね、いろいろやってきましたが、300連やってきましたが、300連ガチャの結果まとめいきたいと思います。はい、ということで、今回210連から300連目まででメグミンが2体でリムルが1体、そしてあの光のひなたか、光ひなたが1体出て、であとバレンタインしずさんが1体という結果でしたかね。あと他出てないよね、僕は記憶がもう定かではないけど、これがあの最初の100連目にできていれば100連で終わってたってことだよね。いやマジで地獄だった、本当に地獄だった。本当にさ、皆さんじゃねえな、あのこれをね、仮に運営さんが見ていたとしたら本当にこれ良くないと思うので、せめてコラボガチャとかさ、そういうのぐらいはピックアップ確率上げてもいいんじゃないでしょうか。であとサンタシズさん交換させてくれサンタシズさんをね、だったらもう全部あのバレンタインシズさん全部出すから、あのサンタシズさんくれ。はい、といったところでですね、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。皆さんの高評価チャンネル登録もお待ちしております。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひ次回の動画もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。